スティーブン・アレクサンダー・ジェームスは、イギリス・ボーンマス生まれのミュージシャン。イギリスを代表する、ロックバンド、ブラーのベーシストとして知られる。イングランドのドーセット州・ボーンマスで生まれる。グラマースクール時代には、学生生活の途中まで、オックスフォード大学に進めるだけの学業成績を収め、また高等教育修了時の A レベルの試験では、大学時代の専攻科目である。 フランス語の他に、物理、科学でも合格するほどの秀才であった。グラマースクール卒業後、モラトリアムの1年を経た1987年9月、ロンドン大学ゴールドスミスカレッジに入学。同じく新入生として入学したグレアム・コクソンと、すぐに打ち解け、親友となった。大学2年時の1988年12月に、グレアムの誘いで、デーモン・アルバーン、グレアム、 デイブローントリーらのバンド、サーカスに加入し、ベースを担当。アレックスの加入により4人変態となったバンドは、シーモアに名前を変えると1990年3月、バンド名をさらに、ブラーに変え、メジャーデビューを果たす。プロデビューを機にアレックスは、学業から離れた。ニューオーダーや、デュラン・デュランなどをはじめとしたポップな音楽を好んでいる、ことで知られ、アルバム制作時は、 デーモンやグレアムと衝突することも少なくなかったという。バンドがブレイクするきっかけにもなった1994年のシングルガールズボーイズでノリの良い印象的なベースパートを考えついたり、デモ制作事例ー調の曲であり、オクライリになりかけていたザ・ユニバーサルをバラード曲として復活させることを提案するなど、ブリッドポップ時代の重要な楽曲の制作過程で、 大きな影響を与え、バンドに高く貢献している。アルバム、パークライフの収録曲、ファーアウトでは、ボーカルも披露している。気難しいブラーのメンバーの中では、最も明るく、フレンドリーであり、インタビューにも、秘策に応じるなどバンドのスポークスマン的役割も、こなしている。ブラーの活動が下火になった2003年以降は、多数の新聞、 雑誌でコラム連載を行っているほか、テレビ、ラジオにも積極的に出演し、また楽農家としても腕前を高く評価されるなど、持ち前の社交性と好奇心から、音楽以外の活動でも多彩ぶりを発揮している。2008年にゴールドスミスカレッジから名誉フェローを2010年10月5日に、ボーンマス大学から名誉博士号を2013年11月に、 グロスターシャー大学から名誉博士号を授与された。2009年撮影アレックスはデーモンやグレアムのようにソロ名義でのリリースはなく、ブラー以外での音楽活動は他のバンドへの参加やコラボレーションを中心としている。またサイドプロジェクトも含めアルバムのリリースはしていない。1998年に友人のキース・アレンやダミアン・ハーストラとファットレスを結成し、 フィファワールドカップの公式応援歌が気に入らないという理由で FA の許可なしにゲリラ的にリリースしたピンダルーが非公式応援歌ながら100万枚以上を売り上げた。またエラスティカのドラマーであるジャスティン・ウェルチやスティーブン・ダフィラとミーミーミーを結成。リードシングルハンギング・アラウンドでは一部のパートでアレックスもボーカルを取っている。これまでにスティーブン・ダフィの楽曲に 経営5曲参加している。マリアンヌ・フェイスフル、ソフィー・エリス・ベクスター、フローレンス・アンド・ザ・マシーン、ケイティ・タンストールらの楽曲では共同作曲で参加。またソフィー・エリス・ベクスターのデビューアルバム、リード・マイ・リップスでは、ムーブ・ディス・マウンテンと、アイ・ビリーブで、ベン・ヒリアーと共に共同プロデュースをしている。2006年に、友人のベティーブーとウィグアムを結成し、シングルをリリースした。 2009年にはバットルーテナントのアルバムにも参加した。他にも多岐にわたるジャンルのテレビ出演を積極的にこなし活動の幅を広げている。2008年9月にコロンビアの大統領から招待を受け BBC のドキュメンタリー TV シリーズコカインダイアリーズアレックス・ジェームズ・イン・コロンビアにナビゲーターとして出演し現地のコカイン組織が コロンビア民衆に与えている影響を伝えた。同番組は BBC アメリカでプレミア放送されたのを皮切りに世界中で放送され、日本では2009年6月に BBC ワールドニュースにてコカインニッキブラー、アレックス・ジェームスとして放送された。2007年からクラシック音楽専門のラジオ局クラシック FM でザ・エ Z of Classic FM Music のプレゼンターを務めている。同番組は2009年のアーキバコマーシャルラジオ、アウォードでコマーシャルラジオ、プログラムオアフィーチャーオブジーアーを受賞したほか、2014年にはラジオアカデミーアウォードの最優秀音楽番組部門にノミネートされている。また、BBC ラジオ4、オンユアファームでも定期的にプレゼンターを務めているほか、 受賞式で司会を務めることもある。GQ マガジン2011年度ベストドレッサーの8位に選出されている。アレックスはデイリーテレグラフなど各メディアでモデルをこなすこともあり、特にオービンウィルスではブランド創設初期より定期的にモデルを務め、ジャケットやスーツなどのコラボレーション商品もリリースしている。2014年には オリバー・スペンサーのランウェイモデルを務めている。ザ・サン、テレグラフでコラムを連載しているほか、インデペンデント、オブザーバー、Q マガジン、タイムズ、サンデー・タイムズ、スペクテーター、アイドラー、ルで執筆活動を行っている。ハーパース・バザーでは、コントリビューティングエディターを務めていた。2007年に、ジデン、ブラー、グリッド・ポップと100万ポンドのシャンパンの日々を発表。 2012年には2冊目となる自伝、オールチーズグレートスモール、A Not So Everyday Story of Country w を発表した。2003年にオックスフォードシャーに移り住み、200エーカーの土地と農場を購入して、チーズの生産を始めた。ニューオーダーの曲名にちなんで名付けられた、世界初の正方形ブルーチーズである、ブルーマンデーが英国チーズ賞を受賞したのをはじめ、 ファーリー・ワロップ、リートル・ワロップ、グッド・クイーン・モードといった名前のチーズを作っている。2008年にブリティッシュ・チーズ・アウォードで、ファーリー・ワロップが、ベスト・ゴート・チーズに選出。2010年には、同・アウォードで、審査員を務めた。また2009年に、チャールズ皇太子が所有する、ダッチー・オリジナルと契約。2011年にワールド・チーズ・アウォードのハード・ユー、ミルク・チーズ。 プレーン部門でグッドクイーンモードが金賞を受賞した。2011年にアレックス・ジェームス・プレゼンツ・リミテッドを設立。これまでに発売してきたチーズもアレックス・ジェームス・プレゼンツ・コレクションとして販売されている。また同年より大手スーパーマーケットチェーンのアズダと契約し、トマトケチャップ、スイートチリ、スプリングオニオン、サラダクリーム、ティッカマサラなど一風変わった。 チェダーチーズがアズダで販売された。2012年9月には新作ゴッテスを発表し、同年のワールドチーズアウォードで金賞を受賞した。2013年にロングセラーとなっているブルーマンデーをリニューアル発売した。2014年には大手スーパーのセインズベリーと契約し、全国約150店舗での販売を開始している。企業として 環境保全活動にも力を入れており、環境保全イベントへの参加や、食事を行っている。2011年9月に食と音楽に焦点を当てた、家族向けのフェスティバル、ハーベストフェスティバルを自身の農場で4日間にわたり開催し、ホストを務めた。フェスティバルには、英首相のデイビッド・キャメロンも家族で訪れており、ジェレミー・クラークソンとアレックスのサンショットが話題となった。 2012年9月に、ハーベスト同様のコンセプトであるジェイミー・オリバー主催のフェスティバル、ビッグフェスティバルに共同ホストとして参加。自身の農場で2日間にわたり開催し、2万人分のチケットが完売するなど成功を収めた。ジェイミーとのスペシャルバンド、ザ・ファーム・ラビン・クリミナルズでステージにも立った。2013年、昨年と同様に、アレックスの農場で、 ビッグフェスティバル2013を2日間にわたり開催。ライブには、ベースメントジャックス、ケイティ・タンストール、マーク・オーエンらが出演し、ザ・キューバン・ブラザーズのステージには、ジェイミーとアレックスも参加した。2014年、ビッグフェスティバル2014を3日間にわたり開催。ライブには、ファットボーイ・スリム、ジェイミー・カラム、デラ・ソウルら出演し、昨年同様、ザ・キューバン・ブラザーズのステージには、 ジェイミーとアレックスも参加した。学生時代から物理学、科学、天文学に大きな関心を持っており、特に天文学はマイケル・エイシーズの天文学の基礎を5年間読み続け、ツアーには望遠鏡を無理をしてまで持ち運び、英国天文学協会に入会するほど魅了される。天文学者のパトリック・ムーアとの対談をきっかけに、火星に大きな興味を持つようになり、 同じく天文学に興味のあったデーブと共に、オープン大学のコリン・ピリンジャー教授の火星探査プロジェクトに参加。ビリンガー教授から火星探査機マーズエクスプレスに搭載された着陸機であるビーグル2が火星に着陸した際のコールサインの制作を依頼される。楽曲制作にはデーモン、グレアムも参加し、完成した曲のタイトルは、機体同様、ビーグル2と名付けられた。 2003年12月25日、母船のマーズエクスプレスからビーグル2が切り離され、火星表面に向かっていることが確認されるも、着陸のコールサインである、ビーグル2が聞こえてくることはなかった。2007年に、オックスフォード大学の天体物理学部門、アーティスト・イン・レジデンスに就任。ラザフォード・アップルトン・ラボラトリーの客員研究員でも、ある、デーブの影響で、 パイロットライセンスを取得。自家用ジェットを持ち、旅行やツアーの移動を自らの操縦でこなすこともあったが、田舎に移り住んだのを機に、ジェット機はデーブに譲る。2012年にテレグラフの企画で憧れだったスピットファイアでの飛行を、同情という形ながら実現した。ありがとうございます。